皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本ルナです。今日は何をするかと言いますと、すごくしょうもないことをします。イエイ。その名もトウモロコシなら、トウモロコシは偶数で粒がついてる。意味がわかります？あんまりでも伝えれてるかわかんないんで、ここにテロップで説明するのでお願いします。ポン。はい、まあこれをちょっとね、今回したいと思います。トウモロコシとかってさ、縦にこうさ粒があるやん。偶数で粒がついてるんじゃないかなと思ったので、今回はまあそれをね検証していきます。トウモロコシはこちら、てってれー、トウモロコシー。まあこれをまあ一個一個ね全部取っていきたいと思います。まあすごいねシュールな撮影になると思うんですけど、まあ暇なのでちょっとこういうこともいいのかなと思ってやるので皆さん見てください。ドドドー、いくよ。さとかって嘘ついた、何も開いてないのに匂うわけない。え、めっちゃ筋肉やばくなるの、腕の筋肉。男並みやん。え、やばくない、男の腕みたいにして、めっちゃ開いてたやん。はい、まあこれをね作っていきたいと思う。作っていきたいと思うってやば、シンクパックから出てこいやん。出てきた。これをね一粒つぶつぶ取っていきます。まあ、これがなくなった時にはちゃんと偶数で終わってるんじゃないかなっていう感じなので、ちょっと一個一個取っていきたいと思います。偶数ってどっち？偶数が5とかやん。待って、5、偶数、奇数、偶数、奇数、偶数。偶数は1、3、5とかで、奇数はあの2とかそんな感じです。はい、じゃあやっていきましょう。まず一個一個取っていきます。これどうやって取んの？なんかね、誰か取ってたんだよねサイトで、でなんかそれは偶数になるんじゃないかなっていうあれだった。あ、取れた。え、これめっちゃシュールじゃん。潰れるし、めっちゃ、え、潰れたんだけど、どうす、食べちゃった。逆にどうやって取んの？クサ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 って言っていいんか。あ、そうだ、それが正しい。一回ちょっとここで取ろう。あ、取りました。なんか無理じゃね、普通に、普通に無理じゃない、これ数えるの。まあ、数えるのは後でいいか。やっぱ手で取ってきます、ちょっとずつ。ちょっとね頑張るわ、ルナちゃん。トウモロコシ、焼きトウモロコシ好きなんだけど、分かる人いない？え、てか思ったけどさ、トウモロコシのカンカンに入ってるトウモロコシってさ、こうやってみんなが誰かが手でこうやって取ってるってこと？めっちゃ感謝しないといけんくない？よし、え、これマジでだるいことしてるかも。ちょっと続けよう。赤ちゃんできたらね、こうやってね食べれるように取ったりとかしてあげないといけないからね。これは練習か、練習とも言う。今こんなく取ってます。トウモロコシって何からできてるんだ？麦かな、麦の一部。トウモロコシ茶とかもあるもんね、仲間か。え、これはマジきつい。普通にやばいやつだ、普通にやばい。何この、なんかこのシュールな動画。ね、クソやろクソやろ、こんにゃろこんにゃろ、お前はトウモロコシだろ、さっさ剥かれやがれ、剥かれろ、トウモロコシもっと剥きやすい体にしてくれ。今こんだけです、やばくない？トウモロコシって美味しいんだけどさ、唯一ね嫌なとこがね、歯にくっつくの、あのこの白いこの糸が、皮か、皮がくっつくから嫌だ。1、あ、1って言ったらいける。1、あ、待ってる、コツつかんだぞ、むく。ねじったらね、やりやすいですよ。1、ぜひ真似する方はねじりましょう。1、ねじ、ねじねじ、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 ね、ね、ねがつくやつでいこう。ねーこ、あ、やっぱ掛け声変えたらむけんわ。ネイル、あ、ほら、やっぱむけんわ。ネイル、ネットウ、ネットウ、オッケー。ねんじゃらす。ねえたら、ねえねえ、聞いてる？今からね、ここ秒で剥きます。見といてください。あ、1分、1分でどこまで
できるか。今ちょうど始めました。カウンターあったから。よし、はい、1分経ちました。これです。1分だけでここしかできなかったです。まあこんな感じでね、やっていきます。もうね、強引にいっちゃいます。トウモロコシって爆発するから嫌いよね。いきます。強引に、強引な技、強引な言葉、強引な歯。いや、素晴らしい。ルナのね、やり方はこれ合ってるわ、絶対。いやー、マジこんな数えれへんって、絶対に。普通に数えられへんよ。はい、ちょっとね、剥きました。ズッズルーン。こんな感じにすっぽんぽんにしました。はい、じゃ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 ん。今こんな感じで全部剥いたので数えていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,66,67,68,69,70,71。 あ、こぼす。70?74?74?79?80?81? あー、もうわかんない。 81?80? ここで80として、こっちに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 大体で数えます。ですね、今ちょっと数えてたんですけど、まあ限界が来てしまいました。まあこの企画はちょっと置いときます。今思ったことは、マジでもう二度とこの企画はしないでおこうって思ったので、皆さんも真似はしないでください。で、このトウモロコシをね、今から使ってサラダを作りたいと思います。はい、ということでね、サラダを作ります。はい、完成。はい、このサラダの上にトウモロコシ入れます。めっちゃなんかシュールなんだけど、このサラダこんな感じです。何やこれ、料理になってないんやけど。で、はい、これドレッシングかけます。いやー、何の企画したんだろうこれ。何の時間だったんだろうね。あ、いい匂い。せーので、いただきます。みんな最後までね、この動画見てくれてありがとうございました。すごいシュールでしたよね。うん、うまい。このドレッシングさ、マックのさ、フリフリシャカシャカサラダみたいなドレッシングに似てる。ごま、今サラダ無限に食べれるわ。でな、お嫁さんになったらね、絶対美味しいご飯作ってあげる。失敗してても美味しいって言ってくれる旦那さんはめっちゃ優しいなって思う。でもね、本当に美味しいって言ってもらえるようにマジで頑張ってご飯作るよ。ん、何ですか。あーんをしてほしいと。はい、ということで、あーんしてあげます。パク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 、美味しいですか。うん、サラダ以外何に使う、トウモロコシって。トウモロコシチャーハン。トウモロコシって丸々バーベキューとかで焼くとかしかあんま使ったことないかも。あ、あ、あ、バターの炒めるバター、バターの炒めるコーンみたいなあるっけ。なんかガストとかで売ってるよな。あれ作ろう今度。とりあえず完食いたします。完食です。食べた。一斉のでごちそうさまでした。無事食べきりました。このトウモロコシは結果、まあ奇数も偶数も数えきれないということで、私はそういう判断します。まあ皆さんはね、決して真似しないでください。別に偶数奇数だから何って多分なると思うんで、まあ、今回はね、それで、まあ、ルナもなんかみんなができないことをしようかなと思ったけど、まあ、ルナもね、みんなと一緒で多分めんどくさがりなんか知らんけど、多分できなかったのが本音です。はい、まあ、皆さんも次回の動画までお会いしましょう。バイバイ。意味が分かんないけど、バイバイ。